はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。5日目です。さあ今日もみんなでバトルやっていきましょう。さて軽くおさらいといきますと、4920からまあみんなでバトルの動画を出し続けていったんですね。まあそれは S プラスになるまで出し続けていくっていう前提で始めたんですが、今のねレートは4820っていうちょっと緊急事態ですね。よねこれもうマジで緊急事態ここまで下がると思わなかったな。本当3、4日ぐらいでいけると思ってたんですが、本当に、あー嘘、ちょっと待ってくれ。ちょいえ、なにこれ、これ怪しくない、なんこれ、これ怪しくないこれ。まあいいや、なんか怪しいんだけど、まあ行きますか。よし、オッケー。でこれは上に行こっか。オッケー。上は何もないで、上は何もないことから、うお、あ、待ってこれは、よしよし、オッケー。うわ意外と賭けで行ったんですけどダメだったな。もう慎重に行こう、マジで慎重に行こう。もう負けすぎ、さすがに負けすぎだぞ私ピオキングは。ちょっと待って早い、マジで早い。よし、ジャンプ。うおー、高っ。あー待って、嘘、ちょっと待って、これはちょっと奇跡的なことが起きたやった。でこれはよし、キノコを取っていって、で俺はこっちでいいのかな。で右でジャンプ、オッケーオッケー。そしてキノコはいいとして、俺はどうしよう。よし、オッケーよし、危ねえ、マリオン取られるとこだったよかった、勝てた。あの大砲が出てる砲台、あの一マス分ね、あそこに乗れたのが、うん、勝てた原因っていうのかな。まああのおかげでね勝てることができたんだと思います。いやー、ほんと運が良かったな。あれスーパーバトルステージ来たか。これはガチのバト、え、これバトルっぽいえ、これバトルっぽいかな、これバトルっぽいかな。よし、オッケー、よしよし、オッケーオッケー。これはスピードを崩さないように行きましょう。オッケー。そしてこのまんま渡る、一番ですよピオキング私。よし、でジャンプ、オッケー。で中間ポイント、うお、走っていけ俺、走っていけ。よし、スピードを全然落としてないピオキング、オッケー。でうわ、速っ、マーリオ速っ、ちょっと待って、マーリオ速いな、縛ってくれ、ここか。そしてゴールではないけど、よし、じゃあそしてどうなるんだ。うお、これはマリオ有利だな。これ後から行った方きついぞ、大砲出まくってて。これ慎重に行かなきゃ、これまずいな。あ、このままいい感じだぞこれは。オッケーオッケーオッケー、マリオ待て、待ってくれマリオ、オッケーゴールしそうだな、もうすぐ。やっぱりか、マリオめっちゃ早かったな。それじゃあどんどんやっていきましょう。で次のステージは土管がいっぱいあるけど、この土管は入るとかそんなんじゃ多分ないよね。うお、待ってどうしよう。よしよし、取ったな、よし取ったけど、このまんま多分上から行ってどうするんだ。なるほど、ここにねゴールがあると思うんですよね、どっか。うわ、え、ちょっと待って、これ上から行こう、もう上から行こう。あー、マリオも同じこと考えてんな。よし、待って、上なんもなくない、上多分なんもないぞ、マリオ上多分なんもない、なんもないから、マリオちょっと、マリオもうマリオ、ちょっと待って、あー、ゴール見えたんだけどな。いや、こんだけ負け続けるとね、モチベーションがやばい僕のモチベーションがちょっと下がってきてるな。いや、多分ね、みんなでバトルをねやってる方はわかると思うんですが、負け続けるとね、ほんときついんですよ、精神状態。ある程度ね波に乗って勝ち続けたら全然いいんですが、もうレートがねここまで下がってきまくると、待って、
ちょ待って待って、え、連れてってくれるの？マリオ、優しいマリオ。ここで、うそん、これは無理だな。これどっかで鍵を手に入れなきゃいけないでしょう。マリオ頑張ろうな、一緒に。マリオ、うお、ちょっと待って、よし、俺が倒してみせるぜ。あー、マリオ、あ、ちょちょちょ、え、ちょちょ、これこれ、どっから行ったの？え、何それ、必死でプンプン倒そうと思ってたんだけど、何それ、どっから行ったんだろう。さて、4800を切るのも時間の問題だな。マジで時間の問題。4日前より100減ってしまったけど、それでもめげずにね、頑張るしかないんだ。よし、走っていこう。待って待って、これ、よし、あ、何やってんの、あのキノピコ。気にしないで、かっけえ、あの人マジでかっけえ。めっちゃかっけえんだけど。よし、中間ポイントゲット。そしてルイージが来てるな。よし、これは取っていこうか。来るだ、ルイージ来るだ。オッケーオッケー、よし、これは一人での独壇場かな。で、このままリフト乗っていくしかないよね。ジャンプ、オッケーオッケー。あ、待って、これ危なくない？これ死ぬ、死ぬから、死ぬから。よし、これで邪魔者はいなくなったっていうか、これ危ない、これ危ない。ちょっと待って、これ難しい。このステージはちょっととてもじゃないけど難しいと思います。ちょっと待ってね、ちょっと集中させてね。うおー、ここでボブ兵も来んの？待って、やめてくれやめてくれやめて、ちょっちょっ、あー。え、これほんと難しい。ここきっついな。多分ね、みんなね、死ぬと思うんですよ。一番左にキノピオか、あとね、ルイージとマリオ。よし、来た、オッケー。うわ、ちょ待って、危ねえ、危ない。今そしてジュゲムが上にいるな。これチャンスっぽいね。よし、これはチャンスだぜ。一応私ピオキングはファイヤーマリオっていうか、ファイヤーキノピオのまんまっていうか、何この人。ごめんけど、ごめんけどね、勝ちは譲れないんだ。もうもう勝ちは譲れないんだ。まあ譲ったこととかないけど、結構ガチでやってるから。オッケー、待って待って、結構本格的にまずいな。で、太陽が来る。そして、待って、ほんと難しい、ここ。あの、うわーうわー、全然気づかんかった、あの太陽。途中でね、多分ジュゲームに乗ってった方がいいね。ほんと難しいな、ここ。前3人いるね。誰か脱落するかな。多分ね、全員いけることはないでしょう、きっと。結構難しいもんね。しかもチビでしょ、みんな、みんなチビじゃん。あの最後のね、ボム兵たちのラッシュをね、くぐり抜けれるとはね、思えないんですよね、どうしても。うそ、え、いった、どこまで下がるんだろう、レート。本当に4810ですよ。もう始めた時より100下がってます。これ10日で、まあ、あと5日であと200増やすのはね、めっちゃ厳しいと思うんですよね。まあ、やれば増えるっていうわけじゃないですもんね。やればやるほどちょっとレートが減り続けてるから。よし、オッケー、これは危ねえ、危ない危ない危ない。よし、オッケー、このまま渡ってく。ちょっとね、クリボーに気をつけたい。よし、こうなるから。よし、オッケー、これは、うおー。待って、これ絶対誰か行った、絶対誰か行く。これ負けたでしょ、これも。きっとこれで4800切るんだ。俺はどうせ4800を切ればいいんだ。そういう運命なんだ。そしてラグいな、めっちゃラグいな。意外といかないな、みんな。待って、ほんとラグ。次負けてしまうと4800を切ってしまいます。めちゃくちゃすごい音がする、半自動か。これはもう最初に行った人の勝ちっていうことでしょう、きっと。おりゃ、よし、え、これ今どこにいるの。みんなしゃがんでるっぽいな。これはどれだ、どうすればいい。で、左に行く。そして、え、何これ、
どうすればいいんだ。ちょっとね、みんなでやり直ししたいと思います。ちょっとこれはわけわかんないな。16も下がった。え、ホームボタンとプラスボタン間違えただけで、しょうもない4800の切り方をしてしまった。あら、ついてないな。いや、一回はあるよね。みんなもあってほしい。あってほしい。この気持ちをね、共感してほしい。それじゃあ次のステージやっていきますか。お化け屋敷か。どうしようか。これは上に上がるしかないもんな。で、よし、誰か上げてくれ。よし、オッケー。これは H って書いてるのか。ラグすぎでしょ。てかラグすぎじゃないこれ。ちょっとなんだこれ。大丈夫これ。右にこのまま走って、ジャンプ、オッケー。そして、あー、大丈夫かな。オッケーオッケーオッケー。はい、ロー、このまま走っていくか。で、土管に入ってもいいのかな。オッケーオッケーオッケー。土管に入ろうか。そして、どっちに出る、どこ。ちょっと待ってくれ。これはこれはちょっとまずいんじゃない、これはちょっとまずいんじゃないかな。よし、おお。ちょっと待て、ルイージ、そうやってするとは思ったけど、これはまずいな。ちょっと走るか。絶対あのルイージを許さねえ。ちょっと待って。ちょっとマジでラグすぎてやれない。みんなきついだろうな、これ。このラグさは俺だけじゃないだろうからね、きっと全員でしょう。ルイージ当たるんだ、その時に当たるんだ。当たる、これは当たる。当たらない。やるなあのルイージ。さあ、マリオも当たらないってか。じゃあ俺もやってみるか。よし、オッケー。ちょっと待って、行き過ぎじゃない俺。ちょっと行き過ぎじゃない。オッケー。そして次はなんだ、これはどうすればいいんだろう。なるほど、このパウできっと。ちょっと待って、危ない危ない危ない、そんなそんな危ない。あ、待って、これは。よし、そしてどっちだ、右左、右左、どっち、左か。まあいいや、ゴールはできそう。オッケー。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。全然良くないね、戦績で言えば。まあそれでも残されたあと5、6、7、8、9、10、あと6回チャンスあるんで、そこでね、S プラスにまではちょっともう厳しいかもしれないですけど、僕 S プラスになる気持ちでやっていきたいと思います。それじゃあまたね。